パンタンは、フランス、イルド・フランス地域圏、セーヌ・サンドニ県のコミューン。パリの北東のバンであり、19区と接している。パリ周辺の地図。赤く示されているのが、パンタン。国道、N2 と N3 が交差する平野に位置する。コミューン内には、鉄道のバリストラスブール線、ウルクーンガが,が通る。1814年。 パンタンのサンジェルマン教会前で起きた戦いを描いた絵はがきパンタン内で発見された考古学的証拠から鉄器時代以降ケルト人が定住していたことが分かっている。ローマ人はルテティアトリーや間の道路を建設し、この道路はパンタンを通過していた。オセール司教であった聖ジェルマンによってこの地にキリスト教の教区が作られた。11世紀。 サンマルタンイコールデイコールシャンシュードインへ土地を寄進する布告の中にペントハイナムという地名が書かれた。これがパンタンの最古の地名である。100年戦争中の1419年、パンタンはアルマニアック派に略奪された。18世紀、良い空気のあるパンタンは上流階級の人々を引きつけた。政治家、シャルル・ド・モルビルは1730年にパンタンに 劇場を作った。文章がないため舞踏家、マリーカ・マルゴがパンタンにいたことを証明できないが、劇作家、カロンド・ボーマルシェについてはよく知られている。彼は1768年にパンタンに、かなりの不動産を持つ裕福な未亡人と結婚していた。彼は12軒の家を住民に貸し、多くの土地や可愛らしい田舎の住宅を1774年に売り出した。 しかし当時最も有名な人物はバレー舞踏家のマリー・マドレーヌ・ギマールであろう。彼女が所有していた住宅は現在シャルル・オレコーコとなっている。1806年アウステルリッツから帰還したナポレオンのご参考の得体はパンタンの平原でやえした。1808年ウルクンガが決壊し平野に水が溢れた。1814年パンタンは 第六次大仏大同盟によるフランス遠征の戦地となった村であった。フランスの将軍ジャンドミニクコンパンは頑強に抵抗したが、ビュルテンベルク王子ビルヘルムが指揮するロシア軍に敗れた。同年3月31日、パリ市長がパンタンに出向き、ロシア皇帝アレクサンドル一世とプロイセンをフリードリヒビルヘルム三世の前で降伏した。その後3ヶ月にわたって、 パンタンは、イングランドスコットランド軍に占領され、荒廃した。1864年に、鉄道駅ができると、人の往来が活発になり、町の経済成長が促進された。1875年、ウルクーンガと、鉄道路線が街を2つの地区に分割し、ビラージュ地区とレカトル・シュマン地区が生まれた。校舎の地区は、パンタン住民からプティト・プリュスと呼ばれていたが、 パンタンからの独立を求めた。この独立要求は否決されたが、市長は、その意を汲んで、礼拝書を作ったり、新たな市長者の位置をウイナ沿いにするなどして、共同体の維持に不信した。1942年、パリメトロ5号線が、パリ北駅から、エグリーズドパンタン駅まで延長された。エグリーズドパンタン駅は、1985年までこの、 路線の終着駅だった。駅前に大きなバスステーションができると、郊外からのバスが行き交うターミナルとなった。1959年、エミール・アヨ設計のクールティリエール地区、集合住宅建設が始まった。グランムランド・パンタン。またフランス国鉄は、TGV の管理部門を、パンタンとボビニーに置いている。ありがとうございます。